側も同じね。で、まあ、ボールは真ん中に行って、腰から腰まで。そう、その時に、あの、さっきも言った通り、自分の体ね、体がこういう風にだったり、前に突っ込んだり、後ろに下がったりとかっていうのはしないように、意識するところはお腹、お腹を意識して上げて、全部意識してしっかりバチッと音がするように振ってください。え？よいしょ。なんか分かんない。いい、終わった。上に。OK。いいじゃん。いいじゃん。いい感じ。いい感じ。嬉しそうやん。今日一嬉しそう。嬉しそう。自分の感情ではない。今のさ、ショットさ、どこ打ってるか分かる？どこに当たってるのかって分かる？
なのは分かんなかった。リフトリーグで連れてって。先っちょ。あ、先っちょ。どこだ。先っちょどこ。これが当たったのか。あ、違う。こっちから。あ、ピンポン。そうだ。こっちだ。ここの下に当たってる。ここ。そうだ。ここ見て。どうして？ほんとだ。これさ、すごい傷ついてる。ここが傷ついてる。でさ、電気さ、めっちゃ綺麗に止まる。あとは綺麗だから。綺麗。確かに。ってことはここで打ってる。ずっと。そういうことか。だから下だよ下だよっていう。先生の練習風景。練習風景をちょっと紹介したいかなと思います。これあれですか？その練習場に来ての話ですか、ね。そう、練習場に来てまず何をやるかっていうのをやります。はい、じゃあはい来ました。はい、でそしたらまあとりあえずストレッチを。ストレッチ。やりたいと思います。ストレッチは。それやるの？やるのそれ。寒い時。寒い時これやるとね結構暖かくなる。まあ、肩とから背中にかけて、はい、まあ、軽くグングンっていう風に、あとはこういう柱とかがあれば、まあ、足大きく前後に開いてもらって前に押すと同時に、ひねる体を、あ、なるほど、っていう風にやると腰のストレッチとあとは足のストレッチになるから、まあ、体が動いてない、はい、動き始めとかの人に結構効果的かな、はい、いい感じ。